キヤミヤミアベコ夫婦トーイスレンです。ヨープです。お願いします。コラボ、久々コラボです。破天荒夫婦めちゃめちゃコラボ少ないからね。誘われへんし誘わんっていう。TikTok とか結構いろんな方と絡んでないですか？あ、確かに TikTok では結構コラボしてるかな、うん、まあ、でコラボしましょうってわざわざ言ってというよりかはいて、うん、撮りましょうみたいになってることが多いですね。なるほど、その場で。 YouTube と違うですね。ただ YouTube は声かけるときって伸ばせるっていう自信があったりとか、はい、あ、ここ相性いいなっていうときなんで、はい、こう声かけて滑ったらどうしようみたいな。で今のところとずっとのコラボは伸びてるんですもんね。今のところ今のところプレッシャーかかってます、ね、トイズそもそもなんで、はい、ね、しっかり引き上げてもらって、はい、大阪行くたびに結構僕食べに行ったりするじゃないですか。はい、ありがとうございます。そういう人じゃなくて、はい、で前回行った時にアイス屋さんにお邪魔して、はい、でちょっと入れ違いだったんですけど、みなみちゃんが来てくれようとして、行く前、はい、注文した直後かなんか分からんけどテーブル何もなかったからまだ間に合うと思って、うん、で車でバーって言ってて店のシャツの時にあれもうおらへん、いや空気したんですよ。やばいやばい、逃げよ逃げよ逃げよって言ってたら嘘ですけど、やばい、嬉しかったです。冷めるの早と。ゆくゆくはね、一緒にオフ会とかしたいです。わ、それめっちゃいいっすね。めっちゃしたい。確かに、イベントね。大阪は破天荒夫婦がまあこうメインみたいなんでやって、うん、関東の方はトイズメインで。そうね、え、それめっちゃ有名なんですけど。というわけでですね、1年前ぐらいに夫婦トークっていう企画をしばらくやってたんですけど、ルールルーやつか。そうそうそう、皆さんこんにちは。第1回夫婦トークのお時間です。ってやってたんですけど、まあ、ちょっと時間が空いて夫婦じゃなくて一応カップルトークみたいな感じで、リスナーさんから質問を2組にねこういただいてるので、それを読みながら答えていこうみたいな、より仲良くなってオフ会まで行こうみたいな感じですね。まず、はい、一番の変化やと思うんですけど、レン君の角刈りとパンチパーマどっちが好きですかっていう。角刈り、パンチパーマ、前の髪型3択で。ああ、愚問すぎません？じゃあ、ヨーコちゃんからいきますか。あ、もう即答で前の髪型。前っていうのは角の髪。いえ、スタンダード。あ、スタンダード。あ、角がスタンダードじゃないか。ホッとしたわ、そこだ。でも自分でやったん。はい、レンが角刈りとかパンチになるのはすごいなんか気持ちいいんですよ。ざまあみたいな感じで。いいだけど、まあ、一緒に歩くなら普通の髪型。なんかすんな。街歩く時がいいやみたいな。うん。でちょっと距離開けて。だってずっとおしゃれなままやもんね、ヨーコちゃん。お、確かに。俺今どう見えてます？田舎の中学生。え、みやびは。みやびもヨーコちゃんと同じ女性目線でスタンダードの方。いや、そりゃそうでしょう。女性以外も多分そうだと思う。はいはい、リキヤさん的に。それもちろん格です。あ、格ですか？そうですか。まあもうクリエイターとしてっていうところも含めると、まあ格が一番こう、いいんじゃないかなみたいな。わ、優しい。初めてです。うん、本音ですか？あ、本音。めっちゃ優しくない？ね、じゃあもう一生角刈りにしよう。やめろって。バリカンある？今から。いや、きついって。コラボでバリカンきついって。角変更。レン君自身は？僕スタンダードっす。何やこれ。攻めた感じになるんですけど、トイズチャンネルはいつ結婚するんですかっていう。ああ、確かに、まあ、よく聞かれるよね。じゃあ今決めたら。決めたら。でも指輪してんでる。え、あ、でもペアリングですね。ペアリング。でもよくコメント欄で来るよね。なんかもう結婚してんでしょみたいな。へえ。左手？左手で。あ、それはでも結構左は。指輪に見える。そうなんですか。え、左。そうじゃん。カップルって右じゃない？中学生とかの時も右でした。多分右で。本当は左なんじゃん。嘘でね。実際はその YouTube のプロフィールにも書いてあるんですけど、100万人達成でプロポーズって掲げてるんで、100万人達成したら結婚予定です。今何万人でしたっけ？今42なので、あと、あれ、あと58ぐらいですね。58ですね。何年後とかの予定なんですか？いや、でも理想今29なんで31歳の代でいきたいっすね。え、30じゃなし？31っすね。30はまだ頑張りたい。うん、結構最近行ってるじゃないですか。一番最初コラボした時が14万、はいはい、で僕らが7万とか。7万とか、はい、すぐ抜かれたんですよ。抜かれました。いや、まあまあ今はね抜かされ返しますけど、あの時に正直僕ね、ぶっちゃけな話、100万人行ったらプロポーズってあったじゃないですか。はいはい。めちゃくちゃ失礼な話だと思うんですけど、絶対行かんやろってずっと思って。いや、ひどっ。え、でもそれが何普通というか。それなんか視聴者側はそうじゃん。うんうんうん。その
やっぱ仲間じゃないですか、YouTube コラボ相手でさ、出演ショックなんですけど、ま、50ぐらいになって今、50万人ですみたいな、80までには結婚しますみたいな、チャンネルやったらおもろいなっていう変な意味の期待がひどくない。まあ実際こう、トイズが最近またバーンって伸びて、うん、逆にちょっとね、破天荒夫婦がなんででしょう。逆にありますかね、こう僕らの逆に YouTube のチャンネル見てて、あ、多分ここじゃないかみたいな、もうほんまに微妙なこう上がり方やもんな。フォロワーとか全く増えてないですもんね、今、うん、結局どうもまとまるんですよね、うん、YouTube なかなか30万人までもまだ僕ら全くいけてないんで、クリエイター的な目線とかも含めて素直な分析というかありますか。でも TikTok は私たちも全然初心者なんで、逆に教えてもらいたいって感じなんですけど、 YouTube どう？基本コンテンツちょっとジャンル違うじゃないですか、はい、僕ら結構ドッキリ多いじゃないですか、はい、でも多分破天荒さんって日常を切り取ってますみたいな感じじゃないですか、それでなんかアドバイス結構むずくない？まあでも率直な意見というか、そうですね、交流あるんで超素直に言うと、超視聴者目線っていうか、はい、見てる側としてシンプルにみやびちゃんのその自己中とかわがままが結構なんか目立っちゃってるイメージ。その動画上でみたいな感じですか？まあ、動画上っていうか、その多分ありのまま発信してるスタイルっておっしゃられてるんで、はい、うん、いやそれ言ったらキリないですけど、金遣いとか育児放棄とかコメントとか来てるかもしれないですけど、うん、なんかそこがありのままなんですもんね。でもありのままの中でも一部じゃないですか、その24時間をずっと上げ続けることはやっぱ難しいし、その一部を切り抜いてるからみやびちゃんがそう見えちゃってるだけじゃん。アドバイス的なもの欲しいって言われると、なんか見てる視聴者としてなんかそこがやっぱ気になっちゃうっていうのはやっぱあれですね。中でどうやるかをアドバイスしたい。でもありのままをあげたいですもんね。まあありのままじゃないとなんか僕らはあんまり作り込むとコンテンツが変わるというか、なんか要は結局全部演技やしみたいな感じで思われるんで、まあ、実際まあありのままをベースにやってるんでの上でみたいな、そのまあ僕らが最初のコラボとかするときに、いやいやこれじゃあその100万人いかんやろうって思ってたとかみたいな感覚というか、普通の視聴者に聞いてもあんまりこういう意見聞こえないじゃないですか。同じクリエイターとして的確なアドバイスというか。じゃあ逆に力也さん視点にしてみるか、うん、TikTok でもたまに力也くんがメインの時あるじゃないですか、うん、それをなんか YouTube にも上げてみると、うんうんうん、リスナー層ってあれですか、主婦の方とか多いですか、老若男女が多い、うん、でも女性が7割ぐらい、すごい。でなんか同じような雅と同じ胸中というか分かりますみたいな、はいはいはい、が多いイメージかな。そしたらじゃあ力也くん視点も共感できるものがある気がする。リスナーさんも、うん、確かになんか言いたそうやけど言えてない感じそう、さっき僕が言ったことあったじゃないですか、はい、あれなんか力也君的にはどうなんですか、そのそれは別に特に気にしてないって感じですか。ありのままなんで基本的には、今は多分視聴者と同じような見方してると思うんですけど、捉え方みたいな、はい、クリエイター側の実際こうじゃないですかみたいなっていうところを多分僕らヒントにした方が伸びやすいんちゃうかなみたいな、うん、これも超視聴者目線ですよ、うん、ありのままって言ってる以上はそれがありのままだから それが全てって思うし、コメント来るじゃないですか、そういうちょっと嫌なコメントというか、うん、そのコメントもありのままじゃねって思っちゃうんですよ。動画で見てるそのままだと思ってるってこと？そのままっていうか、そのありのままって言うんだったらそうかなっていう。じゃあ映してないところ映すとか、みやびちゃん実はご飯作ってますとか、ブランディングとかありますか、うん、料理できないキャラで撮ってるみたいな。料理はできないです私もできないです。でもだからみやびちゃん嘘ついてないし、あんまいいことじゃないけど金遣いがとか育児放棄がとかっていうのがそれありのままじゃないですか。ありのままではない、絶対育児放棄してるわけじゃないです絶対。今もちゃんと一緒に東京来て、カメラ外に映ってないけどいるわけじゃないですか、その場に。 TikTok とか YouTube 結構拝見するんで、力也くんが意見ありますかって言ったから、僕がシンプルに、まあ、交流があるからこそ普通に思ったこと言ってるんですけど、でもそれも嘘じゃないからありのままって言ってる。アンチとかで来てるようなコメントが本来普通の姿みたいな、そう思ってるみたいな。そうっすね、ありのままって言ってる以上はそうじゃないですか、ぶっちゃけ。そう、何回もお会いしてるわけじゃん。で俺らってプライベートは知らないや、うん、そうだから普通に俺は信じ込んでそう見えてて、あ、やっぱそうなんやっていう。 SNS の難しいところですよね、見えてる部分だけがそう思われちゃうっていう。みやびちゃんの料理初めて見た企画とか、たまにやってる、ルール、うん、見ます、
それはあれじゃないですか、その育児放棄してるってコメントは来ないようにじゃないけど、視聴者も逆にそれ感じ取っちゃってるから、うん、この企画のためにやってんだねっていう感じが出すぎて、なんかそう見られてんのかなって逆に、うん、育児放棄のイメージを変えるために、あ、そうそうそう、一応料理を無理くりこう入れてやってるみたいな、はい、でも実際そうじゃないですか、どうなんですか逆に料理は実際するし、育児放棄は もちろんしてないし、じゃなかったら成長しないし、じゃあなんかそういう見せ方すべきじゃないですか、見せ方というか、それが本当にありのままだったとしたら、動画にしてもって、それもありのままじゃないですけど、なんつうんだろう、この空気がまたきついですね、これ変なこと言ってますっていうか、そのリキア君が振ってくれたから言ってんのに、なんかそういう渋い顔されるとなんかって感じはある。尖ってる、いや尖ってるとかじゃなくて、交流あるから言ってるやん、普通に言ったらいい、普通に言ってません。次の質問いきます。いや、ちょっと、まあ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 、まあ、もちろんこっちから聞いてるし、それで本音で実際言ってくれないけど、はい、逆にじゃあ陽子ちゃんに対して僕がそんな感じのこと、まあ、言ったらどう思うんかなっていうのが、まあ、素直に思うとかやし、同じクリエイターとしてそういうところ痛み分かるというか、お前の女言われたらどう思うじゃなくて、そう、質問されたから答えてるじゃないですか、聞いたのになんかお前の女言われたらどうするんは意味が分かんない。そういう感じくんだったらなんかこっちもこうなるよってなっちゃうやん。そう、先輩だし敬語だし一応普通に答える。いや別にじゃあ敬語使うんでいいやん。じゃあそもそもちょっと話題添えてるけどね、そっちが聞いたじゃん。聞いたよ。聞いとる答えてやん。その感じ何、お前の音言われたらどうするんって、うん、いや普通おかしくないっすか。いや違う、リアルにおかしくないっすか。いや先輩とかじゃないやん。いや聞いて答えたらその感じきついっていうの、うん、これじゃあ使えよ絶対、あれのままなんだろう。いや使おうじゃん。じゃあ絶対使ってください。使ったらええやな。使えっつってるの。聞いたのそっちやん。普通に喋って聞いて答えました、同じこと言わされたらどうするって、なんかもう理不尽すぎん。本人がさ、これ実際聞いてたら、いやおらんかったらええで別に。じゃあもうありなわけやった方がいいっすよ。じゃあ思ってないこと言えばいいですか。好きだし先輩だしで敬ってたっすけど、そんな顔するっていう、そんな頭悪いって聞いて、これは答えました。じゃあマジで普通に俺はもう納得いかんというか、え、これドッキリとかじゃガチっすか。うん、ガチでその感じなの。じゃあやばくないっすか。普通にお前がやばいじゃん。いやお前がじゃなくて質問したらどっちだって話じゃん。違う、マジでこれドッキリじゃないですか、リアル。ごめんなさい、すいません。え、質問してこの感じきついっていくつだよお前な。その感じね、おかしくないとか言ってるもん。やらないことないな、なあ、こんな感じだ。ほなやんの学校で、そういう話しちゃうよ。ほんと嫌だったらもう来てんだろって話じゃん。そやれないやん。ちょっと待ってさ、ちょっとごめんね。いや、ほんと、やめてください。出てこい、ほら、おい、お前やめて、出てこい、ほんと、ほらなあ、お前だろ。近くで見たら何やその髪の毛、めちゃくちゃいい感じやな。やっぱいいっすか。うん、あ、いいっす、最高。ありがとうございます。ありがとうございます。よかった、これで。あー、よかった、よかった、よかった。うわ、あー、マジごめんなさい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 、お前言われてることは全部当たってるから。いや当たってないですよ。違う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 違やばいかもと思って。ということで、はい、嫁の悪口を言われたら旦那ブチギレドッキリでした。ブチギレるよ。これ炎上しますね。バルト全部使いますから。いやいやもうやだ、もうやだ。ご要望通りありのまま全部使います。全く感づかなかった。そのこいつ様子おかしくない。本当に怒ってる時の顔だったんですよ。でもこれなんかミヤ君から話あって、リキヤ君怖いから嫌だと。いやいや、レイ君大丈夫ですよ。ワンだけ笑ったかみたいな感じで言ってくださいよ。ブーみたいな。マジかよと思って、キョウ君のめっちゃ嫌だった。みやみちゃんも仕掛けられてるってことですよね。うん、いやー、びっくりした。もう最低だな。いや、マジで、本当に。やっぱ、ちょっと僕の本当に意見じゃないですよ。全部台本っすよ。ヨーコちゃんのことが正論すぎて、あの本来これ俺がずっと正論でみやび守られるって言わなあかんのに、みやびちゃんだってそうだし、ねえレン、俺の役目。めっちゃいい人やった。みやびちゃんが傷つくと思って。俺もきつかったんですよ。そうだから普段そういうこと言わない人なんですけど、うん、もう顔が超ガチで、あ、うん、そういうモード入っちゃったんや。だからもともとはみやびちゃんに行くはずだったんですよ。ただ罪悪感がすごくなって気が付いたら力学に行かないところだ。いけないと終わると思うじゃないですか。質問は本当に嫌い。
マジっすか。トイズチャンネル。元カノの存在をどう受け止めてますかっていう質問が来ました。今まで多分元カノシリーズとかいろいろやってると思うんですけど、その元カノに対してどう思ってるんですかみたいな。あ、もう全然フレンドって感じです。フレンド。動画に出てもらった女の子とか絡みがあるんで、はい、結構普通に会話はしてます。へー。最初はやっぱちょっと気まずい空気あるんですけど、はい、話していくうちになんかマインドやっぱ似てる子多いんで、気づいたら友達に。バカが多いって感じですね。あーはい、え、どういうこと。え、マジごめんなさい。めちゃくちゃ余韻あるやん。え、待って、ちょ、お前何やねん。ドッキリのネタ。いや、じゃあの僕の思ってることとかじゃないです。思ってる。いや、思ってない。二人と休憩しましょう。大丈夫。はい、一回じゃあミキヤの元カノについての思い。行くんすかこれで。このまま結局どうつなげるんすか。どうぞ。大丈夫ですか。はい、ミキヤはだから元カレは俺もあんまり気にするタイプじゃないし、そもそも俺が元カノと結構仲いいから、あんまりそのこう元カレとかは深掘らん。これ絶対無理じゃないですか。え、一回やめます。え、めいちゃん、僕本当に思ってないです。あれどこにあんねん、その泣く要素が。え、僕本当に思ってないです。傷ついちゃうことありますもんね。一歩上がったら止まる。一回泣いたら止まらないって。止まるやん。どっちやねん、いける。できひんやんかも、この撮影。もちろんできるもん。ね、泣きやめやん。泣きやんだ。泣きやめやん、女いらんやん。うっとうしい。じゃあ、どうし。大丈夫。泣くの見てるぞ。いけるもん。ほんなら泣きやむ。泣くの出てくれよ。化粧直すの。だって、うっとうしとか言うからやろ。化粧直すのに行きましょう。え、マジで全然急ぎじゃないです、俺ら。逆に時間急ぎですか。4時撮影が入ってる。あ、なるほど。まあまあ、言うてもまだ。次の撮影に備えて、休んだ方が。逆に。うん。次でも、宮部おらん。今、どちらに締めますか。さっきのドッキーのネタバラシしたやつで締める。なら締める。はい、はい、ということでドッキリ終了ということで。マジすいません。本当に怖い。本当に怖かった。メンズ2人の特命合い。ミュウちゃんも怯えてたから。いや、本当にごめんなさい。謝って。でも本当に思ってないんで信じてください。ちょっとごめんなさい、ちょっとパンツみたいになっちゃうけど。そう、本当にママどうしよう。え、ちょ、宮城とか言ってください。あの、俺本当に思ってないじゃないですか。レン君の意思ですね、これは。いやいや、誰これ。ちょっと、ほら、え、待って、ほんとこれ、これやばいって。ちゃう、俺、閉めるだけ閉めろや、もう、鬱陶しいな。レンレンも絶対、そんなこと思うような人じゃないんですよ。普通に頼むで、それ。レンレンが言っちゃったことに傷つけちゃったの。ほんとにごめんなさい。けど、レンレンも、いやいや、もちろん、もちろん、そんな。もともと証明、たぶんあれっすよね、ストレスが溜まってたのもあるっすね。それを僕が多分刺激しちゃったっすね。嘘や、言うとるやろって、台本やろって。逆に怖いっす、力也君のその圧がまた怖くて僕も泣きそうになってきました。なんやねん、できんやろな。あ、やべえや、それぐらい。やってるやろって。やってへんから言うとんやろ。泣きやめや、言うとるやろ、さっきから。やってる、ちゃんと。全然、ほんとゆっくりで、みやべちゃん落ち着いたからでいいです。なんだ、3時半ぐらいからエンディング撮ります。そうしよう。ちゃんとやってるもん。やってるっすね。もう30分戻ってくるか。なんで。あ、いいって。ドッキリやろ。そうや。座っていただいていいですか。旦那がブチ切れドッキリをした後にレン君に言われた悪口で嫁がめちゃめちゃ傷ついて、旦那がそれにさらに切れるドッキリでした。はい、全部知ってたよ。なんでこんな泣けるんすか。というわけで今回のターゲットはトイズの2人です。いや、怖っ。やること破天荒すぎる。いや、なんかもう罪悪感ってこんなに死んでた。謝られても無視してた。なんか絶対悪いだから、もう嫌われたし、今後多分コラボしてもらえないだろうなってすげえ落ち込みながら。え、本当に傷ついたんですか。
か。これ大丈夫ですよ。こんな浅いドッキリかけても多分モトイズの2人はもう分かっちゃうと思うんで、そこをさらに利用したドッキリっていう。確かにちょっと今ここで考えてなかったんですけど、今このご時世で喧嘩ドッキリで終わりなのかなって最初その出会った時思って、確かにいつもしないだろうから喧嘩ドッキリがしたかったんだな、自分の中で噛み砕いてたんですけど。でもなんかその涙の量がガチの量じゃないですか。ね、いい特技を持ったね、あなた。よかった、ヨーグちゃん2回連続ドッキリで、その両方とも好感度激上がりやけど。よく分かったよ、絶対。確かに、ピンに比べたら上がったかもしれない。じゃあこれはですね、まあ、うちの破天荒夫婦とコウタ君も知ってたということで。えなんだよ。他人の彼女や彼氏を少しでもいいなって思ったことはありますか。せーの、チューはかわいい。ちょっと一個確認したいんですけど、ってことは喧嘩ドッキリを一生懸命演じてたじゃないですか、はい、あれ宮部ちゃんはやってるやってるって思ってたんですか。うん、ちょっと途中で笑けてきて。宮部が伏せて、陽子ちゃんが宮部泣いてると思って最初ブッてしたと、宮部顔上げたら全く泣いてないっていう。その感じ、その顔なんだよ。いや、その顔なんでね。いや、もう泣いちゃってる、どうしようって思ったら笑ってたのさ。これで3回連続ドッキリ。次回え絶対また泣くじゃない。いや、狼少年状態よ。いや、もう誰も信じないっす。ということでね、こんな感じの終わり方にはなりますが、陽子ちゃんの好感度を激上げするドッキリ企画。ほんまやったら俺の好感度を上げまくるっていうイメージやったのに、うん、大丈夫、好感度上げるのは私だから。力也君の番じゃないですよ。私の好感度を上げるだけだから、あなたは黙って。それで言ったらうちのコラボ動画全部陽子ちゃんの評価は高い。まあ一番最初めっちゃ変な人だけど。ですよね。そうだ、エモいっすね、あそこからなんか歴史が。確かに。ってことで、初めてのコラボから約2年です。2年ぐらい。すごい。一応まあお互いね、今も上がり続けてるということで。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。初めてのコラボの時は本当トイズチャンネル全然数字なくったんですけど、はい、もうその時からずっと一緒に関わってもらってるんで、うん、はい、嬉しいよね。嬉しいっす。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、綺麗にハマってくれてありがとう。構いません。ということで、次回トイズチャンネルとコラボするときは結婚式の動画になります。バイバイ。100万人までしないですか。え、これで終わり。まあでも2年後やから。え、それまでしてくれないですか。はい。え、なんで。この勢いでバッと言ってくれたら頑張ります。またしてください。100万まで刻んでいこう、刻んでいこう。50万ぐらい刻んでいこう。途中経過折り返して。折り返しまで行きました。